はい、皆さん、こんばんくり、将棋 VTuber の高坂まくりです。それでは本日を詰将棋やっていきましょう。本日の問題はこちら。さて、どうですか？まだ解いてないよって方は一旦動画止めて、解いた後に続きを見てくださいね。はい、それではやっていきましょう。さて、どうでしょうか？角に金が3枚ありますから、なんか簡単に詰みそうに見えますけど、見ていきましょう。まあ、金をどこかに捨てる手はあるじゃないかな。3枚持ってるからね。やっぱ5三金とか捨てる手はなんか簡単に詰みそうに見えますね。取って、角打っても、こちらに上がられて、詰まない。頭金で押さえても、まっすぐ引いて、角打ちに、4一玉で、これも詰まない。1枚足んないね。どっちから打ってもね。こっちに捨てる手はどうでしょうか。まあ、取る一手ですね。あ、こう打っても、横寄られる。じゃあ、離して打ったらどうでしょうか。これも、横寄られると、やっぱり詰まない。金打ちは上がられて、こちらに金を打っても、こうやってね、王手は続くんですけど、ちょっと足んないね。3三金と捨てるとはどうでしょうか。取ってくれれば、箱を打って、横が逃げる手に、金を打って、こう逃げて。やっぱり足んない。金捨てる手ではなさそうですね。角はどうでしょうか。こちらに角を打つ。同玉と取っても、こんな感じで逃げられちゃう。うん？どうやって詰むの？ってなると思うんですけど。さあ、答えは分かったかな？そうですね。三三角と打つのが正解手となります。まあ、いっか、取らずに逃げる手から見ていきましょう。こちらに逃げる手は、頭をしっかり押さえてから、シリキンで詰みます。逆も一緒ですね。こちらに逃げても、頭金。まっすぐ上がっても、銀を出て、玉引きに、頭金。横寄っても、銀落ちまして、角を取れますけども、3に金打ちで、詰んですね。ということで、これは取らないといけないんですけど、同玉に金が3枚いきますから、金を追って、あとどこに玉が逃げていっても、金、金と追いかけていって、最後は頭金で詰む形となります。3三角ね、ちょっと見えづらい。捨て駒という問題でございました。はい、それでは手順のおさらいしていきましょう。3三角、同玉、4四金。4二玉、4三金打つ、3一玉、3二金打つ、までの7つ目でした。さて皆さん、解けましたか？解けたって方は、高評価ボタン、お願いいたします。解けなかった悔しいって方も、悔い改めてもろて、高評価ボタン、押しておいてください。そして次の問題を解けるように、頑張っていきましょう。よろしければ、高評価ボタンと、チャンネル登録も、まだの方は、押しておいていただけますと、とても嬉しいです。それでは本日の問題はここまで。おつまくり。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。